コピコチャンネル始まるよ。はい、どうもピコン前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は久しぶりのチャレンジ動画となります。アニメジブリのモノマネシリーズをしているんですけど、今回は昭和のアニメに挑戦してみたいと思います。5連発したいと思うんですけど、4役はなんとかこう見つけることできたんですけど、あと1人がなかなか見つからなかったんですけど、ちょっと練習してなんとか5連発できそうなので頑張ってやってみたいと思います。それでは本日披露させていただきます。アニメうるせえやつらモノマネ5連発に挑戦してみたいと思います。頑張ります。それではレッツラム、やめろ、やめるんだラム、面倒忍ぶ、俺は諸星あたるだ。ねえねえお嬢さん、電話番号教えて。何さらすんじゃ、おのれは。ラムちゃん、ラムちゃんどんないしたん。あたる、ラムちゃんにいじめたら許せへんで。ラムちゃん、ほんとにこの男がラムちゃんの旦那さんなんかいな。お主には悪い相が出ておる、不吉じゃ。こう見えてもわしはさくらのおじじゃぞ。ダーリン、今日の晩ご飯何にするっちゃ。うち買い物に行ってくるっちゃ。ダーリンの好きなもの何でも作るっちゃ。ダーリン許さないっちゃ。おめえ本当に主体性のない思考回路してるな。恥かかさんといてくれ。子供や思うてなめんといてくれ。ということで、以上うるせえやつらのモノマネ5連発に挑戦させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。どうだったでしょうか。うるせえやつらの諸星あたるくんのモノマネは15年以上前から実はさせていただいていました。で、てんちゃんとかのモノマネも結構やったりとかしてたんですけど、今回初めてうるせえやつらのラムちゃん、さくらんぼ、そして、金太郎のモノマネもさせていただきました。最後の5人目は誰にしようかなって迷ってたんですけど、いろいろこうチェックする中で、僕の声質とかもチェックする中で、ドラゴンボールの孫悟空の、声優さんが、金太郎の声をしてるってことで、ちょっとそこ選んでモノマネセリフを覚えて披露させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。またこれからもいろいろなアニメモノマネシリーズやってきますので、ぜひ楽しみにしていってください。今日もありがとうございました。それではお元気で。またねー。イエイ。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。狙いを定めてカンチョチョチョカンチョチョチョ。